素直であることを一番にするってすごくこの道の生き方としてはプラリティ高いんじゃないですかね。その優先的にするべき自分の特性なんじゃないのかな。神の教師の特徴は何かって言って、なんかに素直であることって書かれてなかったかもしれないけど、まあ開かれた心の状態とか正直であるっていうところが、まあ素直であることに通じると思うんですけどね。ベースが素直であるっていうふうに、素直であることを自分に許可してあげるってすごい大事かもしれないですね。もう大前提として、なんかそういうのがある。こいつだけは幸せになってはいけないみたいなのがあるような感じがします。そうですね。そのこいつだけは、己だけは絶対に幸せになってはいけない、幸せになるべきじゃない、こいつは永遠に闇に沈んでいるべきっていうやつは自覚があって、それをどうしてます？普段。なんかだからそれを無視しようとしてるような感じかもしれないです。私も2011年から2012年の夏まで自分を自由にしてはなるまいっていう、そのまあその時はまだまだこう浅いレベルのトリックですけど、それでも本当にうつ病にどっぷり6、7年疲れたぐらいなんで、本当に多重のトリックを何億何兆って多重のトリックがなんか見えるぐらいの感覚がしたんですよ。都度自分の中で、私は邪悪、私は醜い、私が生きる、本当に私が生きるなんてやれるはずがない、私はダメ、私はダメって、こういう思いが、まあ、瞬間瞬間出てきた時に、私は間違っていたいですって、その健太さんが、例えばその時それが出てきたのを感じたのが、その渋谷のあの交差点だとして、そしたらいっぱい人がわーって行き交っててもいいから、でも健太は健太の心の中で、渋谷のその交差点のど真ん中で精神的にひれ伏して、で渋谷のそこに精霊の祭壇があるので、精霊の祭壇はそこにある。で、健太はそこが渋谷だろうが、どこだろうが、もうそこで精神的にひれ伏して、もうおでこも鼻も何もかもつけて、もうお尻も低くして、どうかこれが間違っていたらありがたいですって言って、私はこのようなものを持ってます。自分はその永遠に、一生だけじゃない、自分は永遠に苦しむべき、自分は永遠に自由にならないべきなんだっていう信念がまたあります、またありますって言って、そのどこにいても何をしていても、そこで一瞬でいいから、まあ一瞬でも1時間でもいいから、そこでただひれ伏して、これがございますって言って、何回もひれ伏して土下座しながら精霊に差し出していく、運んでいくっていうのをやるべきだと思うんですね。私はやってますね。だから吉次郎、サイレンス見たかな？映画、沈黙、ね、見ましたね。だから吉次郎です。毎日。毎日、毎時、毎分、毎秒。吉次郎がロドリゴとかに言ってた、私は罪を犯しましたって言って、ああって、ロドリゴの前で、ロドリゴがどんなに冷たい顔をしてても、私は罪を犯しましたって言って、そこにひれ伏すわけでしょ。やってしまいましたって。で、私は、言う言葉は違うかもしれない。私には罪があると思ってます。どうかこれがあなたの名のもとに許されますように、これが本当になかったって私が受け入れることができますようにって、はあって、吉次郎みたいにみっともなくひれ伏して、自分が信じている信念について、どうかこれをあなたのお力によって許してくださいって、何度でも、これが一日に何百回ってなるかもしれません。だってそれぐらい自動的に作出するんで、自動的に捏造するんで、自分の罪深さ、自分の醜さ、自分の無価値さっていうのを。
毎週毎週捏造してるんで、忙しいな、これなんか許せばいいんだよって思う場合もあるかもしれないけども、でもこれを放置するべきものではないと思っていて、これについて認識して自覚して、精霊はずっといるわけだから、精霊は内にも外にもずっといる、精霊と私は一つなので、いつでも精霊の祭壇がここにあるんですね。自分がどこに歩いても、どこに 旅をしても、飛行機に乗って地球の裏側に行っても、ずっと精霊の祭壇は私と一緒にいるわけです。だから私さえどうしたもんでしょうって、私はこんなに自分の罪深さを信じてますって、吉次郎は私は罪を犯しました、どうか許してくださいっていう、私は自分に罪があるって信じてます、どうかこれをお許しください、これがあなたの名のもとに訂正されますように、消えていきますように、私のこの深刻的に信じているこの信念が光のもとで無だったっていうことをどうか教えてもらえますようにって、何度でも1日に500回でも1000回でもそれをひれ伏して祭壇に捧げ祈り尽くす価値はあります。みっともなくていいんですよね。もう吉次郎と同じか吉次郎以下にみっともなくていいんですよね。精霊の前で、精霊はぜひともそれを私に捧げてほしいと思う。それがあなたではないからこそ、それがあなたのものではないからこそ、どうかその悪夢からあなたが解放されるために私にそれをくれませんかって、もっとくれていいよって、まだまだあるでしょうって、精霊の方が本当は頼んでいる。自分はこれについて救いを求めてはいけないとかいう信念もいっぱいあると思うんですけど、でもそれをほんの一瞬勇気を持ってその声も精霊に捧げるわけですね。自分はこれを精霊に捧げるような価値がないみたいな声もあるんだけど、でもそれは全く当てにならない声なんだって、これは全く当てにならない声だって、ほんの一瞬見破って自分に言い聞かせてあげて、自分はこれに力を与えないって、底なし沼に落ちていくようなその自分の無価値さ、醜さ、邪悪さ、絶対に幸せにするものか、そのアイデンティティ、これを精霊の前でひれ伏して、一日中終わらないかもしれない、それでもいい、それでもやる価値がある、ずっとひれ伏して捧げ続ける。精霊の祭壇と私の間に距離がないので、そんなに大変な話じゃないんですね。自分さえその固くなに閉ざして、これはその精霊に捧げられるようなものじゃないとか言って蓋をしてたのを、ただその蓋をパッてどうかお願いしますってこうそのひれ伏して、どうかお救いくださいってパッて開けば、こっからゴーゴーと精霊に向かって吸い上げられていくわけです。自分の中から、底なし沼のような自分の胸の奥から暗い闇が、距離がないので精霊の祭壇に向かって、光に向かってゴー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 その吸い出されていく。その努力なしです。自分はただお願いしますって言って自分の扉を開けるだけなんです。精霊にとって距離がない。ただひれ伏して頼み込む勇気を持って、ひれ伏して開いて頼み込む。そしたらもうそこでゴー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 、バキュームカーみたいに吸い上げられていく。ありがとう、ありがとう、私を救ってあげる、ありがとう、救ってくれてありがとう、これを訂正してくれてありがとう。自分はただひれ伏して頼み込んで、自分の心のそれを開いて、あとは何もする必要がないから、ただひれ伏してるだけで全部やってくれる。ありがとう、ありがとう、こ
やり尽くしていく価値がものすごくあるんですけど、たとえ今から10年20年かかるとしても、やり尽くしていく価値がある。その最近そういうふうに感じることが何回かあるんですけど、どうかどうかって吉次郎みたいに、どうかどうか、私は罪を犯してしまいました、私はこんなに罪深いものだと自分のことを信じて蔑んでおります、どうかどうか救ってくださいって言って、こうその祭壇の前でひれ伏して、はーってこう惨めなままで、その救っていただくことを望みますってひれ伏している私で、それをこう全部取り消してくださっている聖霊から、救ってくださいって頼んでいる私、救ってくださいって頼まれている聖霊、やっている間ふって聖霊の中に、救ってもらいたいって言ってる私が消えて、その瞬間救ってくださいって頼まれている聖霊が私だったっていう感覚、救ってくださいって頼んでいる私が消えていて、いなかった、大丈夫だよって愛を与えている、あなたは無罪なんですよ、あなたは無罪なんです、私が時間をかけていっぱい許すも何も取り消すも何も、あなたは無罪だったんです、許す罪を見ていない聖霊側の視点だけに、私がその視点になっちゃうみたい。だから、あれ、私がいない、頼み込んでる私がいなかった、その私に愛を与えている無罪性を見ている聖霊が私だった。やる価値があります。私は誰かっていうことが生み出されて、教えられて、証明される、体験を求めよう、体験をもとに教えられます。私は誰か、私は一生かけて罪を償ったり、その罪を取り消してもらうようなものではなかった。私は最初からずっと無造無垢で、許す必要のない完全無欠の神の子だった。これが思い出されるメリットしかないです。一日に何十回何百回何千回許せばいいんだよ。ああ、また自分が憎い、また自分がその価値がないとかいうのが出てきてしょうがないな、休む暇ないな、もうかもしれないけども、でもメリットしかない。私が誰かって宮本に教える。私が聖霊だったんです。私がキリストだったんです。価値があるので、望むんだったらやるべき。